皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、セミナー5連発というテーマでお届けいたします。今週のですね、月曜日から、金曜日までですね、5日間連続でセミナーをやらせていただきました。月曜日が新潟県の上越市、そして火曜日が、新潟市の、江南区、そして水曜日が新潟市の中央区、木曜日が新潟市の西区、そして、金曜日が新潟市の中央区ということでですね、私は人生で初めて5日間連続セミナーというものを経験させていただきました。それでこのセミナーのですね、形態って言いましょうかね、まあ、主催って言いましょうか、それもいろいろありましてですね、今回この5回のセミナーは、私の会社、弊社が主催してやったのは1回だけです。残りの4回はですね、主催者は、うちの会社ではなく、よその団体とか会社だったわけですね。そうするとですね、比較的ですね、参加者の中では私の知らない人がほとんどというか、知らない人ばかりなんですね。その時ですね、非常に私は不安になります。自社で開催する、主催するセミナーの場合ですね、基本的には、弊社のお客様だとか私の知り合いを中心に声をかけていますので、何らかしらでですね、こう仲のいい知り合いとか経営者が参加者の中にいるわけです。ところがですね、弊社主催以外のセミナーになると、私のですね、知っている人が参加者の中にいないということがほとんどです。そうなると、話をする私はですね、非常にこう不安になるわけですね。皆さんもですね、こういうふうな気持ちになったことは、いろんな場面であると思います。そして、例えば参加者が20名いたとしましょう。ほとんどが知らない人。その中で、一人でもですね、知っている顔があると、非常に安心するということはないでしょうか。きっとあるはずだと思います。こういうですね、効果っていうか人間の心理的なものですよね。やはり知ってる人は安心するってことなんですね。これはですね、セミナーの講師と参加者、そういう関係ではなくて、例えば売り手と買い手の関係にもこれは言えるわけです。買い手の立場になるとですね、やはり、知ってる人と知らない人がいれば、当然ですね、知ってる人から買いたくなる。これが心理的なものですよね。なぜ知ってる人から買いたくなるかというと、それは安心感だと思うんですよね。知ってる人だからという。逆に知らない人はですね、やはり警戒するわけです。まず、どのような人なのかわからないというね。もしかしたら騙されるかもしれない。そういうふうなんですね。警戒心が先に立つということですね。これをですね、営業とか販売とか、あらゆる企業の宣伝活動と結びつけて考えていきますとですね、いかにしてですね、知ってもらうか。これっていうのは非常に重要な話になってくるわけです。そして、こう、知られるっていうことがですね、ブランド化の第一歩のような気がします。今、時代はですね、何を売るかよりも誰に売るか。そしてお客様の立場になると何を買うかよりも誰から買うか、これ非常に重要なんですね。だから我々売り手の立場からすると誰というのをですね、明確にお客様に伝えていくってことが非常に大切だと思います。まずは顔をですね、多くの人に覚えてもらう。そのためにはではどうしたらいいでしょうか。そこのところがですね、これからのですね、ビジネスの肝になるというか、ポイントになるような気がしています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。
このあたりにですね、この商いはカドカドチャンネルの登録のバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ登録をお願いいたします。